はい、ドラマーの倉橋俊之です。ゴールデンウィーク中にソロができるようになりたいということでやってます。それの今日は4日目ですね。今までは、右、左、左、左、右、右、じゃなくて、右、左、左、右、右、左の、この2種類、やってきました。ね。実はこの練習っていうのは、普通にね、うちのスクールで教えていくのは、これはね、第2段階の方なんです。第1段階の方では、この、上の右、左、左しかやらないんです。なんですけど、右、右、左っていうのは、右、右、左、右、左、左、この使い分けっていうのは、結構時間がかかるんですね。やっぱり練習が必要になってくるんですよ。なので、一番最初にそれを、紹介して、練習をね、ちょっと重ねていってほしかったんです。で、今日は、そのね、第一段階の方をやりたいんです。ね、第一段階、これをやりつつも、右、左、左、右、右、左っていうのの2種類は、継続して練習してくださいということなんです。ね、今日はじゃあ何をやるか。これです。今まではね、こう、右、左、左。っていうので、こういうフレーズを叩いてました。ね。で、これはね、あ、ちょっとこれ、譜面間違ってる。はい、書き直しました。右手はやっぱりフロア。左手はハイタムに動かすんです。なので、頭の方の音を移動させる。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。頭の方の移動はね、結構はみんなできるので、問題ないかと思います。ね。メトロノームかなんか使って、結構速いテンポでも大丈夫だと思います。ね。こっちでかかとで、こっちでハイハットが鳴る。ね。そういう感じですね。ね。左足の、きちっとした踏み方というのは、他の項目でやってますので、リンク貼っとくので、見てみてください。そして、問題はこっちです。裏側。ね。ちゃんと左をキープしつつ、ワン、ツー、スリー、フォー。ワンティッター、ツーティッター、スリーティッター、フォーティッター、ワンティッター、ツーティッター、スリーティッター、フォーティッター、ワンティッター、ツーティッター、スリーティッター。ね。こういう感じです。ね。左足がずれないように。ね。で、できたら。ね。こんな感じで、ね。やってみてください。で、これを鳴らすために、前回みたいにね、カラオケ使うのもいいと思います。ね。やってみてください。さてさて。そしてもう一個。今度は、ね、バスドラマで、バスドラマで。ね、こんな感じでやっていきたいです。左足、1、2、3、4。ワンティータツー、スリーティータフォー。ワンティータツー、スリーティータフォー。ワンティータツー、スリーティータフォー。スリーティータフォー。ね、こんな感じです。よくね、ロックとかでもね、かき回しって言って、曲の最後でジャーンってやりますよね。ジャーン、タカタドンってやる、あのフレーズですね。ね。スネア、ハイタム、フロア、バスドラム。で、バスドラムとフロアのね、タイミングがね、曖昧だったり、ね、することが結構多いと思うんですね。なので、左足とちゃんと合わせるように。ね。こういう風にして練習してみてください。そして今日はこれです。明日ね、5日目、フォーバースの練習にし、やるんですけど、フォーバースとは何かということをちょっと説明していきたいと思います。フォーバースのバーっていうのは、これ小節線のことなんです。ね。だから、フォーバースといえば4小節ということです。ね。4小節という意味です。なので、
4小節のドラムのソロをやるんです。という意味なんですね。で、これをどういうふうにやるかというと、前回とか前々回でこういうね、ワンコーラスという、32小節のワンコーラスという単位でこうやってたわけなんですけど、この中の A とか B とか A とか C とかありますね。これの前半部分、上の段の4小節というのは、他の人が、演奏してます。で、下の段、全部の下の段、こ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 の段。この4つの段はみんな止まるんです。他の演奏者が。で、ドラムがソロをやっていくんです。ね。そういうようなソロの回し方。ね。1コーラス、2コーラス、3コーラス、何コーラスかやるかわからないですけど、そういうような、回し方を1コーラス以上続けるわけですね。そういうのをホーバースソロというふうに言います。ドラムのね、フューチャーソロの場所ですね。そういうのをホーバースソロというので、それを練習したい。ね。明日ね。だから今日はその仕組みをやっていきたいんです。こちら側は他の人が全員入ってます。こちら側はみんな止まってドラムだけになります。なので4小節のソロを行う。で、それに伴ってちょっと注意しておきたい点が、まあ、ここでダカ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 やりますよね。で、頭でシンバルクラッシュするようにしましょう。これは必ず頭でシンバルをクラッシュしなきゃいけないってわけじゃないんですよ。なんですけど、ジャズから入った人は、クラッシュするのがあまり慣れてないので、ちょっとあまり上手くないんですよね。だその練習です。で、クラッシュするときはバスドラムを入れましょう。ね、その練習です。ね、クラッシュするっていうのは、シンバルをこうジャーンと、やるもんですね。このライドシンバルでも、サイドシンバルでも、クラッシュシンバルでも何でも構いません。見えやすいところあるかな。ここが見えやすいかな。このね、スティックのショルダーと言いますけど、この部分で叩くということですね。チップで叩いちゃうと、チーンという音になってます。ね。こうじゃなくて、ショルダーで叩きます。そうすると、ジャーンという音になりますね。それとバスドラムを一緒に。ね。こうやって叩いてあげると。こういうのをクラッシュさせると言いますね。このアクセント記号。ここにアクセント記号がありますけど、アクセント記号が書いてあるのが、そういうふうにクラッシュさせるという意味ですね。で、バスドラムを入れると。そしてもう一個。シンバルレガート、チーチッチチーチッチチーってこういうふうに叩いてますけど、例えばこっからフィルイン入れて右手から入るのは結構自然ですよね。なので、一番最後のシンバルレガートの音をやっちゃうと、叩いてるとすごく大変になっちゃうんですね。なので、ここの音を、ね、省略する。シンバルレガートを省略する。そういうのを覚えてみてください。ね。そしたら今日は、ね。これ、三つやりましたね。この三つ。あとはそうだなぁ。じゃあ、難しい方。こっち側。これ。よ。よいしょ。この4つを入れましょう。ね。ここ4つ目。こうします。ね。ホーバスソロっていうのは、ワンコーラス、32小節の場合は、出番がね、4つあるんです。なのでね、これでやっていきたいと思います。そうですね、ね、曲はオールオブミーでやってるので、オールオブミーにしましょう。ちょっと準備しますね。はい、カラオケの準備ができたのでやってみたいと思います。カウントも何もなしで入っちゃいますけど、一番最初、コーラスの頭から入りますんで、4小節聞こえたらドラムソロ、1番から1、2、3、4とやって、1コーラス。ということですね。じゃあちょっとやってみますね。テンポはね、120。2、3、2、3。
産、日産、シーシー、日産、シー。最後間違えちゃった。三四。ワンツースリーフォー。次は4番ね。で、コーラスの頭になってますね。はい、こんな感じです。4バースっていうのをね、こんな感じでやるんだと。覚えておいてみてください。明日ね。の5日目は、フレーズをいくつかやって、このフォーバースソロにチャレンジしたいと思います。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。ドラム教室やってます。無料体験レッスンなど、説明欄の方にリンク貼っときます。あと、もしよかったらチャンネル登録してください。では、また。